これも愛、あれも愛、多分愛、きっと愛。トン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 。だって悲しいものよ、泣けないなんて。ちょっとブルーな恋の夢を見たいわ。はい、こんにちは。ちょっと今日はウィスパーボイスの親父ギャグカラーセラピスト、カラーセラピスト界の松坂慶子こと宇治円のり子の親父ギャグでブレイクタイム、イエイ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 と来たもんだ。ありがとうございます。はい、こんにちは、こんにちは、松坂慶子です。はい、なぜ今日はね、こう小声で、お話ししてるかと言いますとですね、いろんな事情ありますよね、皆さんね、いろんな事情があると思います。今日はちょっとね、小声で、あの昔のあのスタードッキリマル秘報告 あの寝起きのやつみたいな ね、寝起きドッキリみたいな。おはようございます。今日はなんと、中森明さんの寝起きドッキリに来ています。あ、そうですね、私はやっぱりおはようございます。私はやっぱりあの低血圧なものなので、聞こえますかみたいな感じでね、始めておりますけれども、はい、まあ、察してください、察してくださいね。はい、ということで、ちょっとね、今日は前回は前回ね、ありがとうございます見ていただきました、ありがとうございます。前回ね、皆さんどうやって過ごしてるのかななんて言ってね、よかったらコメント書いてねなんて言わせていただきましたけれども、ね、皆さんどうやって過ごしてるのかなっていう前に、じゃあお前どうなんだみたいな感じでね、じゃあちょっと私自身の過ごし方をちょっとね、そういえば言ってないなと思ったので、まああまり興味ないかもしれないけど聞いてください。私はですね、ちょっとなんか中森明菜入っちゃいますね。私はやっぱりそうですね、私はそうですねみたいな感じでね、中森明菜ですけれども、明菜ちゃんのね、私すごい明菜ちゃんの本当大好きなんですよ。で、明菜ちゃんの喋りトークモノマネもやりますけど、実はね、歌モノマネもできるんですよ。だけどね、これはね、ちょっと今ほら、今日わかります、ね、大人の事情で今日ウィスパーボイスで喋ってます。ウィスパーってわかります？ささやきボイスってことですよ。ささやきボイスね。だから今日はね、あまり大きい声出せないので、ささやきネタでいきたいと思います。ささやきネタね、はい、ささみネタじゃないよ。そう、ささみネタといえばね、意外とね、鶏のささみっていうのはね、脂肪分がなく、とてもこうダイエットされてる方にはね、あとこうスポーツされてる方もやっぱりささみ、鶏はささみがいいということで、こう良質な何タンパク質が取れたりするらしいですね。なのでこうささみっていうのは意外といいって、鶏のささみは硬いでしょと、やっぱり油がないと硬いでしょっていう方いらっしゃると思います。その時にね、いいのがですね、ヨーグルトにつけとくとかね、あとこうオレンジとか、静岡でいうと駿河オレンジのね、果汁につけるとね、その肉のあるその筋っていうのかな、なんかその硬くなる繊維をね、こう分解してね、お肉が柔らかくなるっていう、何の話やねんちゅうのを、これが誰も突っ込まないからね、ずっとこう喋り、エンドレスで喋っちゃうから。だからね、このリモートじゃないか、これまあ録画して収録してるのを送ってね、焼津テレビのスーパープロデューサーの青木プロデューサーがこうね、みんなのこの録画した動画をね、多分こうつないでってくれてるんですけどね、まあそんなことでみんなこうやって各自で動画撮ってますよ。まあ一人で撮ってますから、誰も突っ込まない限りどんどん話もそれるしね、誰も軌道修正しないから。今ね、これは何のタイムかっていうと、5分経ったらタイムなっちゃうんですよ、これね。
これ、まあそんなんで何の話でしたか、何の話でしたっけ、ささやきボイスのことか。ささやきボイスでね、ウィスパーで、ウィスパーでささやきボイスで、それでささみのネタになったわけですね。はい、ささやきボイスで、ささやきボイスっていうとね、もうウサギの耳になりたい、ローリーロマンサーで、ヒマミステリーヒー、ももこウサギの耳になりたいみたいな、ちょうど耳ありますけどね。はい、そんなことはどうでも、あ、そう、それでどんな風に過ごしてるかっていう話でしたね。あのね、私もともと家で仕事はしてたんですけど、だからセラピストを養成する講師をねしてたりとか、資格取った後に活躍できる場所としてイベントを主催とかしてたんですけど、今イベントもできないし、講座もね対面ではできないので、リモートでこうオンラインでね、 Facebook とか Zoom とかを使ったオンラインで講座を開いてたりとか、あとちょっと今月ね、ライブでこんなセッション、公開セッションみたいな、公開セッションというか、参加しますって言った表明した方だけでこう集まってね、ライブでミニイベントみたいな感じになるんでしょうかね、そんな感じでちょっとやろうかなっていうことで、自宅でね、皆さん自宅でこうねやりますけれども、そんな感じなんですけど、そうは言ってもね、実は仕事もね、内勤がすごく溜まっててですね、書類の整理とかも、書類整理もありますしね、いろいろちょっとブログにアップしたいこととか、ネタも実はネタっていうかね、いっぱいあったりとかして、それも全然書ききれてなくてね、講座を受けてくださった方の感想をね、掲載させていただきたいなと思ってのも、たくさんねいただいてて、溜まってて申し訳ないなと思って、いっぱい溜まってて、まだそれアップできてなかったりとか、あとはそのね、私 の静岡に来てからゼロからのスタートっていうのは、それもちょっと途中でブログ終わっちゃってるので、その辺もね、真面目な話してますね今ね、その辺のこともしたい。あとね、あれ、本がいっぱいあるんでしょ、本が。で、コンビニとかでさ、ちょっと面白いなと思って買うじゃないですか、本を。そしたらね、面白いと思って買って、家に持って帰ったら、なんか買ったつもりになりません？この間ね、ズームでお茶会やった時に、あ、そうそう、私もなんつって結構みんな笑ってたんですけど、割とあるあるなんですね。皆さんこう、買ったら読んだつもりになって、もう家に持って帰ったら読まないっていうね。もうそういう本がいっぱいあるんですよ。だから本も読みたいなと思ってるし、あとね、最近でも実際やってるのが、録画して見てなかったテレビ、バラエティとかドラマとかいっぱいあってね、もうディスクいっぱい溜まってるので、それをね、毎日ちょこちょこ見るようにしてます。はい。そんな感じで見たりとかね、やってますけども。で、この間ね、タナティーナにね、タネティーナというね、夫ですけれども、この間、お互いにね、今自宅でお仕事してますから、今日何してたのなんて言ったらね、シビン食ってたよって言うんですよ。シビン食ってたって言ったらね、資料作ってたっていうね。なのでし、今日何してたのね、資料食ってた、シビン食ってたってとかさ、したら資料作ってたっていうことで、はい、今日の親父ギャグ。はい、今日の親父ギャグは、今日何してたのって聞かれたら、シビン食ってたって言ってくださいね。はって言われたら、ね、資料作ってた。はい、ちょっと今日厳しいかもしれないね。今日何してたのって言われたら、資料作ってたじゃなくて、シビン食ってたって言いましょう。はい、じゃあ私の後に続いて言ってくださいね。今日何してたの。はい、はい、そうですね。はい、そう、資料作ってたんじゃなくて、シビンを食ってたって言ってくださいね。はい、今日はね、ちょっと聞き間違えちゃったっていう話から気がついた親父ギャグネタでした。ぜひ自宅でね、皆さん今お仕事してると思います。今日資料作ってた時は、今日シビン食ってた、何そうやって聞かれちゃったとか言って笑ってくださいね。はい、ということで、あとね、やっぱり今ね、まだちょっとコロナで自粛がね、延長になりましたけれども、なんかね、そのコロナが収束するのを待つ、もちろんみんな待ってるんだけど、この間もね、結構テレビとかネットでも言ってますけど、今
多分まあおそらく前のような生活になるのは多分難しいんじゃないかと言ってて、だからもう前向きにそのコロナと戦おうって思うんじゃなくって、うん、コロナと戦うんじゃなくて決してそのネガティブにね後ろ向きに考えるんじゃなくて、共存する、あもういるんだっていう気持ちで、共存する気持ちでこれからのことをどうやっていこうっていうふうに思って、新しいことをスタートする人がなんかまあ今時代の変わりでしょうね、うん、って言われてます。だから前に戻って戻るとはちょっと思わずに、今この状態がもう続くと、この状態で何ができるかっていうのを受け止めて、新しいこと、今までやってたことをもう思い切って切り捨てる勇気も大事かななんてね、私もちょっとそんなこと思いながら、やってます。なので、今まではね親父ギャグからセラピストなんて言っております。もちろん親父ギャグでいきます。ですけどもちょっと最近はね、なんかモノマネ、昭和モノマネとかもね、なんかちょっと面白くなってきたので、モノマネなんかもちょっとやっていこうかななんて思って、今日はね宮明宏のモノマネがねちょっと気づいたんです、できることがね。なのでちょっとやってみようかな、それで終わりたいと思います。ということで、宮明宏さんのモノマネ、親のためならよ、から親のためならよ誰か突っ込んでください、ね、このね宮城ひろさんの真似すると顔がちょっと怖くなるっていうね、落としどころがないからね、やっぱりこれ誰か突っ込んでくれる人いないとね、ちょっと辛いものがあります。ということで今日はボイス、あ、じゃあウィスパーボイスの親父ギャグからセラピスト講師松坂慶子がお送りしました。じゃあ皆さんまた次回お会いしましょう。じゃあね、あ、なんだっけ、そんな終わりでしたっけそんな終わりでしたっけ。じゃあ皆さんまた来週松坂慶子と会いましょう。じゃあ桜田淳子でした、ありがとうございます。